射速率点。おはようございます、どうも高橋です。はい、よろしくお願いします。はい、本日はですね、皆さんに理不尽な講談者指導者が来たとしても冷静に対処する具体的な手法3つについてお話ししたいと思います。世の中にはクソみたいな講談者っていうのが一定数います。私は今まで70団体ぐらい、弓道の、都道府県の方がですね、私のところに来ました。で、67団体で都道府県で言ったら大体27から29ぐらいです。はい。で、この29都道府県の中で、いや、この人あかんやろと。お前そんなことやっとって、よくお前そんな、っていうかもう消えてなくなるって思ったぐらい、本当にひどいなと思ったことをやっていた講談社の人は13団体ぐらいです。はい。だから大体、30% ぐらい。23%ぐらい。67から、70ぐらいですね。70団体で23なんで、大体3割切るぐらい。だから絶対ではないです。この動画を見ているほとんどの人には別に関係ないことです。ちょっと口うるさいとかね、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうふうに言う先生は、いるとします。それをさっぴいてます。いや、お前、は?まあ、アホやろっていうようなことをやってる先生と言います。具体的な事例言いましょうか。この話をするとですね、あそこの都道府県の人かっていうふうに皆さん、もしかしたら知って、この動画で私の知ってる都道府県の人だったらあれかもしれないですけども、ある教師の先生がですね、初心者教室かなんか で、初心者の人がね、こうやって弓を引いて離れたんです。そしたら、もっと胸の筋肉を大きく広げろって先生にアドバイスされたんですよ。目の前で。だからやらないといけないじゃないですか。その時に、やらされた姿勢っていうのは前かがみで、ここを縮ませる引き方だったんですよ。まあその先生はそのことをご自覚されたかったんですけど、それでその方は一生懸命引いて、あなたどうなったっていうと、ここ肉離れを起こしたんですよ。これ数年前に起こった話です。はい。だけどその先生は責任取らなかったっていう話らしいですよ。はい。そんな話もあったりします。私がこの23の中で、もうキングオブクソ講談者ですね。もうこんなことをお前やるんやったらもうマジでクソだぞと思う講談者は、こういうこと言ってます。はい。もう皆さんどう思います？人のことをね、いくらその人が下手クソだったとはいえね、人の弓の引き方を人をクソって意味だとかってさ、みんなの前で言ったんですよ。全くそうだと思いません。あ、で、ちなみにその人で問題も解決されました。こんなこと言う人間が全国にいるんですよ。で、私のところに問い合わせ来るんですよ。で、今の弓道の人たちには解決できないでしょ、こういう問題。別になんか変えようとしないんですよ。まあ、なんか、そういうことを、対策を取っていかないといけないとかって言って別に具体的なこと何もやんないでしょ。だからどうするかってみんな理論弓道と組んの。で、私はこういう問題解決してきたわけ、さっきみたいな。だから、そういう人間がもし出くわしてしまった場合、あなたの弓道の人生というのは、こんな頭の悪い講談者の人たちに、すべて時間と尊厳も奪われてなくなってしまうので、その具体的な対処方法は考えなきゃいけないんですよ。ということで動画を撮ります。じゃあまず最初に、これはレベルに分けましょう。はい。まず、例えば、みんなの道場によくある、根拠もなしに、こうしなさい、ああしなさい、そうしなさいっていう、言ったらダメ出し指導者。はい。ちょっと口うるさいんだよなっていう人の対策方法がまず一つ。で、二つ目。もし、そんな、もうこいつあかんわ、マジでダメだわっていうぐらいのレベルの、もう、
人間性もダメだし、もうダメだし当たり前。パワハラ、2番目から3番目は、もうデスゾーン。はい。もうやばい。あ、この人、あ、もう声を荒げるとか、怒るとか、もうパワハラするとか、もうそのぐらいのレベルの人はこの2番と3番使ってください。そうすれば問題解決できます。問題解決できるっていうか、実際私は解決させてきました。はい。じゃあそれを言います。それが、一つ、その人になりきる。カッコシャボン。これが一つ目。二つ目。視覚優位から周辺し優位姿勢に変えてください。これが二つ目。三番目。半分言うこと、半分自分。このに、その具体的な解決策なんですけども、ここに二つあります。この二つをやっていただければ、その人と人間関係っていうのは、まあ、悪くこじれることなく、進めることができるということですね。それが、改善プラス反応でございます。要は、一番目の、まあ、ダメ出しは多いけども、かといって人間的に道徳的にやばいことをしていない人っていうのは、要は、あなたが、そのダメ出しされた内容さえ改善してくれればもういいわけですよ。うん。それで OK なんで、その先生がどんな弾き方をしているのかっていうのを、理解してほしいんですよ。それは、ダメ出ししている内容からわかります。例えば、こうやってやるときに、手首をこういう風にやりなさいとか、なんとかしなさい。打ち起こしは低くしなさい。打ち起こし高くしなさいとかって言うじゃないですか。打ち起こし低くしなさいって言ってる先生は、だいたい前かがみ、でっちり鳩胸、母子球体重姿勢をやりたがる先生です。はい。もうそういう風にやれっていう先生です。で、この弾き方って難しいっていうか、もう全然理屈っていうかもう間違ってるんですよ。間違ってるから、もう全然多分弾けない。なんでできないのかっていうと、その先生もできてないから。ダメ出しばっかりする指導者ってさ、自分で体でシャア見せます?見せないでしょ?口だけでしょ?彼らの弱点ってそこなんですよ。もし自分が弾いたら、全然ダメな弾き方をやってることを目の前に確実にさらされることになるんで、口だけなんですよ、あいつらって。だから、口では言うんですよ。こうやった方が、やった方がいいって、熱心に口では指導するんです。体では指導しません。だけど、そう言ってる内容が何なのかっていうのを理解すると共通点があるんです。それは、まあ、例えば前かがみであったりとか、手首をひねって、なんか重心を前にかけさせるようになる。あと、引きすぎ。引き足らずにさせるんです。で、引き足らずにさせたら悪い癖ついて全然ダメになっていくんですが、彼らはそれが本気で正しいと思ってるから、それを言うわけですよ。で、これの解決策なんですけど、それはすべても理論弓道のね、初心者弓道講座に全部書いてあります。はい。全部書いてありますので、そちらの方を全部やってください。で、その先生に指摘された内容のとこだけ聞いて、その先生に指摘されそうになる状況が来た場合、それをやってください。そうすると、まあ言えないよね。だって、自分がやってる内容をもうちゃんとやってるわけだから、まあ言われないよね。これで、ね、大体ね、8割くらい解決できるんですよ。はい。次です。もし、もうほんまにやばい講談者に出会った場合。はい。この場合どうするか。次、これをやってください。視覚優位姿勢から周辺し優位姿勢っていうのに変えてください。もうこれすごい大事です。この2番目やれば、結構な確率でその、理不尽な講談者がいても、その先生を傷つけることなく問題解決することができるという方法なんですよ。で、それが何かっていうと、ここに絵描きました。視覚優位姿勢っていうのは、もう目で、見たものと言われたものを意識している状態です。それと周辺し優位姿勢ってのがあるんですね。周辺し優位姿勢っていうのは一個ここで入ります。目で入ったものとか言われた内容に対してツーパッて反応するのではなくて、目で入ったものや周辺に入ったものを一回耳の中でうなずきながら、その後にちょっとやるかっていう状態になっている状態です。つまり視覚優位というのは言われたことに集中してるんですね。言われたことに集中している状態で、周辺視っていうのはぼんやり見てる状態に集中してるんですね。ぼんやりしてるんですよ。ぼんやりしてる状態なんですよ。で、ぼんやりしているので、この誰かからこう、まあ講談者がいるわけですよ。こうやって講談者がいてね、言われた内容にすぐ反応しちゃう状態と、言われた内容を一回聞いてからさあやろうかって言ってちょっと遅いんですよ、反応が。で、ここで、そのなんで、講談者と、定談者の人たちが、
人間関係っていうか問題が起こるかっていうと、このパターンが多いんです。講談社の言われた内容に対して受け手が視覚姿勢になって、視覚優位姿勢になっていて、言われた内容をやらなきゃやらなきゃってなって、どんどんプレッシャーをかけられた状態でまたダメ出し来て不満になるパターンが多いんですよ。要はあなたがなんか一生懸命真面目で頑張りすぎる姿勢なんですよね。あなたが真面目に、まあっていうか真面目な人ほど理不尽な講談師にやられるんですよ。で、なんで真面目な人ほど理不尽な講談師にやられちゃうかっていうと、そのなんか構え、ね、取り身の姿勢でこうやって構えるじゃないですか。構える時にこれ矢が揃って、揃えるんだ。揃えるじゃないですか。で、次肘張ってとかって例えば言われちゃうじゃないですか。ここで視覚優位になっちゃってる人ってどうなるかっていうと、あ、こっちもやらないといけない。あ、こっちが甘からだ。あ、こっちもやらないといけない。あ、こっちをやったらこっちがダメなんですね。あっちをやったらこっちになるみたいな感じでですね、言われた内容に過剰に反応しすぎて、言われた通りにやろうと思ったけどできなくて人間関係が悪くなったのが多いんですよ。で、そこで視覚優位をやめてください。はい。この視覚優位の状態をやめると反応が鈍るんですよ。要はびっくりしちゃうわけですよ。こっち一生懸命、なんか私は頭の中では、この矢の線を一生懸命揃えようとしていたという意地張って、なんとかねとかって言われたら、もう無理。あーってなっちゃうわけよ。もう私できないってなっちゃう。っていうか、なんか違うものに囚われてる状態から、別のことをわって指摘されると、必要以上にびっくりしちゃうんですよ。このびっくりという反応が強すぎると、うわ、この先生ダメだわってなっちゃうんですよ。99対1で、こいつが悪いんですよ。こいつが悪いんですよ。もうこいつがクソなんですよ。はい。まあ、なかなか下の立場だったら言えない場合どうするかっていうと、この視覚優位姿勢を変えてください。反応プラス改善してください。そうすると、言いにくくなるんですよ。その人では。じゃあ、その周辺視優位姿勢って何なのかって言ったら、こうなります。太ももの付け根を引いて、頭の位置も後ろに引いて、耳の筋肉に意識が行くように立ちます。で、そうすると、おい、なんとかやれ。ああ、なんとかやれって言われたから、ちょっとやりますか。ああ、肘も張って。ああ、肘張ってって言われたから、次、ちょっとこっちやろうか。っていうふうに、普通だったら、何々やって。何々やって、ああって、びっくりするんですが、体重が後ろに行って、耳に意識が行って、目に意識が行かなくなると、その人の話を、聞く方向に意識を持ってきて、直そうっていう意識の方がちょっと薄れるんですよ。そう。この、言われたことを集中すると、直そうとしちゃうんですよね。で、直そうとすると、大体できないんですよ。だって、その、講談社の言ってる内容、ほぼ間違いだから。肘張ってって言って、肘張って、こうやってやる言うんでしょ。もうこの肘の張り方がほぼ間違いですね。自ら、教わっている人に、あえて力が入ってダメな弾き方になるようなことをたくさん教えてダメになってくるんですよ、実際。ダメになって、そいつはまたダメなことを言うんですよ。お前がダメにさせてるのに、そいつは、こいつが全然できてないから私は言ってあげないといけないっていうアホな変換をするんですよ。で、アホな変換するんですが、それが周辺視優位姿勢になると、ああ、こうやって言われたからちょっとやるか。ああ、こういうふうにやるかって言うと、一回、ちょっと頭の中で、言われた内容を一回頭の中で理解してゆっくりやるんですよ。これをやってください。そうすると反応が鈍るんですよ。で、ここでもう一個のポイントがこれです。半分言われたことをやって、半分自分でやってください。どういうことかって言ったら、さっき言った、まあ、肘張ってくださいって言われるじゃないですか。肘張れ。ね。この肘を張るっていうのは、例えばこういうふうに持って、言われたことにすごく集中してる視覚優位状態だと、肘張れって言われたら、ってやらなきゃってやるんですよ。これがダメ。これダメ。それはもうね、この理不尽な講談者の気持ちを分かってない。分かってない。周辺視で話を聞いてから、どっかの総理大臣じゃないですよ。聞く力を持って、検討をしてから、やってくださいって。このワンクッション検討してほしいって。何やる何やるっていうふうに言われただけで、検討をしつつ、やるんです。その時のやり方が、肘を張れって言ったら、こうじゃなくて、肘張って、張ってください。半分言われたことだけ言って、半分、自分の気持ちを整えてください。言われた内容を 100% やろうとするとダメですよ。言われた内容を 100% やろうとしたら、体の軸は崩れるし、余裕もなくなるし、
他のこと意識できなくなるし、ミスしやすくなって、よりこの理不尽な講談社の思うツボですよ。だから半分でいいんです、言われた内容。例えば、成功に揃えてくださいって言われたら、完璧にこうやって揃える必要ありません。大丈夫です。こうしてください。さあ、わかるかな、理不尽の講談社わかるかな、ほい、よーく見たら平行線。これでどうかな、肘張ってください。あ、肘張ってって言われた。じゃあ、ちょっとだけ張っとこう。あ、キザやらないといけない。キザ足痛いな。だから、一回ちょっと上げて、もうちょっと上げ目にしとこう。っていうふうに、100% やる必要ないです。50% です。これを、もう10回、20回、しつこいぐらいに続けてください。そしたらね、疲れてくるから。彼らはね、ダメ出しを言うことだけが快感なんですよ。その人を、思ってますよ。心の中では思ってますよ。こういう人たちはもっと綺麗に なくしたいっていうふうに綺麗に思うんですよ。でも頭が悪いので、だってそのこと言うんだったら普通に合理的な方法で、こういうふうにやればいいですよって仕組み言えばいいじゃないですか。だけど口でわー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 言うだけでしょ？それ変えないんでしょ？それはつまり結果的に、あなたたちはただ単に人の目の前で怒って満足をしたいだけなんですよ、結果的には。はい。っていうか、社会もいい年して、その方法でしか人のことコントロールできないって言うんだったら、人の上に立つのはやめた方がいい。半分、その人の言うことやってください。半分、自分です。この人たちの、もう、雑魚で、最悪なウィークポイントを私は知ってるので、あんたやる必要ないんですよ。肘を張ってくださいが 100% これだとしたら、このぐらいにしてください。平行に揃えろって言ったら、これだとするんだったら、平行に、これでこうでもいいから揃えてください。いいんですよ、それで。で、あ、大丈夫、大丈夫。大体、ダメ出し講談者、言いたいこと言いたいだけ講談者って、高齢者なんで、目見えないんですよ。目見えないから、例えば肘張るっていうのをこういうふうにやろうと思っても、このぐらい張っとけば、もう張ったって思い込んでくれるんですよ。頭悪いので。そこはね、いいところなんですよ。私、そういうふうに言われて、こういうふうにしてください、ああいうふうにしてくださいって言ったら、信じられないぐらいダメ出しが減りましたっていうね、あの人って本当に見てないんですねって。っていうか、もっと言いましょうか。この人たちだって、自分たちが上の講習会にやった時にできてないから。できてないからね。私そういう話とかも聞いてますからね。結局こういう人たちがね、弓道場で、私が前に所属した弓道場で、えらいめっちゃダメ出ししてた人たちがね、講習会に行くじゃないですか。講習会に行ったら別の自分より上の台の人に、いや、手の内ない方はそれはダメだって言ったら、へこへこやってるから。そんなもんですよ。だからこういう風にしか教えられないです。それをあなたがわざわざ、言われた内容をやらないとその先生のためにならないとか、その先生に角が立たないとか、自分の筋を通すためにその人のやる気をやりきるんだって思う必要ない。それは無駄な思考。やる必要ない。だってこの人ができてないんだもん。で、さっき言ったウィークポイントをお話ししましょう。こういう人たちの最大なる欠点は、体で示せないことです。誰かいます？今までこういう理不尽な講談者、私全国のね、いろんな都道府県の話聞きますけども、全員体で示せないんですよ。だから、ちょっとこういうふうに食ってあげただけで、お、肘張ってるなって思い込んですよ。なんでかというと、その人がやってないんだよ。手首ひねりましょうって言ったら、こんなにひねる必要ないです。手首ひねってくださいって言ったら、こうやってひねったふりしてください。それでいいんですよ。やる必要ないです。なぜか、その人たちはね、自分で見せれないんですよ。肘はこのぐらい張るんだって言って、示せないんですよ。そんな細かくやってない。っていうか、細かく見てないんですよ。だから、実は、ちょっとやるだけで、あ、こいつやってるなって思ってくれます。で、しかもその先生の言われた内容を、理論弓道の動画で見ます。で、形も同じになります。そしたらもう言えなくなるんですよ。そうやって対策してください。だから半分でいいんですよ。彼らの弱点はそこです。表面でしかないんです。彼らのやってる弓道も表面でしかないんだから。表面のことだけしかできないんですよ。だから私みたいに教えられないんです、そういう人たち。だから、これからこういう理不尽な講談者が来た場合は、こういう姿勢に変えて、半分だけ言うこと聞いてあげてください。なんだか隙見せてあげてください。あえて肘張らないようにして。あえて肘張らないで。おい、肘張れって言って、はい、張りました。あい、ないなにあれ、ああ、はい、わかりました。って言って肘戻してあげてください。もうそうなったら、もう大丈夫です。はい。それで私たち、それで私、アドバイスしてきた人、みんな人間関係が、良くなったって話を聞いてますので、はい。そうやって改善してください。以上です。ありがとうございました。